ラグビーワールドカップアルゼンチン対ジョージア戦でニューヒーローが誕生です。アルゼンチンの14番コルデロに注目。パスを受けると一気に加速、相手をかわしそのままトライ。実はこちらの選手ワールドカップ初出場、怪我人が出たため急遽スタメン入りした選手なんです。さあ続いても瞬き禁止です。華麗なターンで抜け出すと、この日2つ目のトライを決めたカルデロ。上田さん、このプレーいかがですか？いや、やっぱこれ面白いよね、はい、急遽入ってきた選手がこうやって活躍するっていうのは。アルゼンチンは結構上まで行きそうだし、ね、後々日本と当たる可能性もありますから、要チェックの選手だねこれ。でも面白いね。新生コルデロの活躍もあってアルゼンチン大会初勝利です。